変な恋、小坂井富木。変な人間が恋をすると変な結末に終わりやすい。しかし、たとえ変な人間の恋といえども、恋そのものは決して変ではなく、変でない人の恋と同じであるけれども、結末が変であれば、まあ変な恋と言ってもよいであろう。アメリカ合衆国にニューヨークというところがある。こう言うと読者は人をバカにするなと言われるかもしれぬが、ロンドンという街がカナダにもあるから、間違いのないようにちょっと断っただけである。さて、そのニューヨークというところには、ずいぶん変な人間がたくさん住んでいて、かなりに変な職業を営んで暮らしている。例えば、他人の持っている金を口先一つで自分のものにするというような人間がたくさんいるのである。そういう人間は今に限らず、昔からニューヨークが主要産地であったようで、したがってニューヨークでは変な人間によって変な恋の行われた試しは決してこれまで少なくはなかったのである。で、私はそのうちの一例をさに紹介しようと思うのである。今からおよそ5、60年前のことと思っていただきたい。ニューヨークのマンハッタン銀行の真ん向かいに、ジョン・グレイジーというダイヤモンド商があった。その頃、この男は世界でも有数の宝石商で、年々何十万、何百万円の取引をして、どんな高価な宝石でも、売る人さえあればどしどし買い込むのであった。実際、グレイジーの家へ来る客は、宝石を買う人よりも売る人の方がだいぶを占めていた。しかもその客は、顔に変な笑いを浮かべ、変なものの言い方をして、変な手つきで金をもらっていくのであった。そうして、その買い値は、時価よりもうんと安かったけれども、売り手は別に不足を言わず、いいダクダクとして彼のつける値段に満足した。言葉を変えて言うならば、それらの客は緑の林、白の波。手っ取り早く言うならば、すなわち宝石泥棒であった。したがって、グレイジーは申すまでもなく、毛遣い。盗品買取であったのである。まったくその当時、彼は世界第一の毛遣いだと評判されていた。毛遣いの評判が立って、そのように堂々商売していくのはちょっとおかしく思われるが、警察では証拠を握ることができなかったので、どうにも致し方がなかったのである。彼はいつも、黒いカバンの中に2万円以上の宝石を入れて携えていた。彼は宝石鑑定家としては第一流の人間であって、他の宝石商からも鑑定に招かれたが、彼の鑑定した宝石が時を経て彼の手中に転げ込むことは決して稀ではなかった。警察の見積もりによると、彼の一生涯に取り扱った宝石は、1000万円以上の高に上ったということである。彼は、背の短いがっしりした体格の男で、強固な意志がビューの間に伺われ、ニューヨークの暗黒街における一大勢力であった。彼がひとたび口走れば、どんな犯罪者も霊語の人とならねばならなかったのであるから、全く無理もない話である。しかし彼は、ある時、強盗たちに携えていたカバンを狙われて散々な目に遭い、それ以後、心臓を悪くして、いつ何時倒れるかもしれぬ体となったのである。まさか心臓が悪くなったからというわけでもあるまいが、この変な男が、ある女を恋するようになったのである。そうして、お前とならばどこまでも、ナイアガラはあまり近すぎるから、華厳の滝へでも飛び込むか。あるいは、松屋呉服店の頂上から飛び降りても構わない、というほどにのぼせ込んだのであった。
女はニューヨークのある富豪の若い未亡人であった。若い未亡人はとかく金がいるものであると見えて、彼女も困った末に大切な宝石を手放すとて、グレイジーの店を訪ねたのである。それが二人の愛知る機会となり、グレイジーは女と宝石にぞっこん惚れ込んで、彼女の宝石をどしどし買い込んだのである。しかし、宝石はどこの家にも無数にあるわけではない。売ってしまえばなくなるのは当然のことであって、とうとう二人は変な計画を立てたのである。すなわち彼は彼女に宝石を盗むことを教え、彼女の持ってきた宝石をどしどし買うのであった。その頃、富豪の会合の席上で宝石がたびたび紛失したが、とうとうその原因は知れないで済んだ。男の恋はだんだん深くなっていった。女は、はじめはまんざら憎いとも思わなかったが、秘密を知られていると、なんだか空恐ろしいようになって、男を嫌うようになった。しかし、もはやどうすることもできなかった。そうして、だんだん深みへ入っていくより他はなかった。仕方がないから、女も男を非常に愛しているように見せかけたのである。とうとう、男はもう我慢がしきれなくなって、二人で駆け落ちしようと言い出した。恋のためなら駆け落ちなどする必要はなかりそうであるけれども、一つには、彼の計遣いたる証拠がだんだん警察の手に重なって、身辺がすこぶる危うくなったからである。女は、元より彼と駆け落ちなどは毛頭もなく、切羽詰まって、ついに恐ろしい計画を胸に抱き、深夜に男の家を訪ねたのである。グレイジーはその時、家にあるだけの宝石を荷造りして、女が来れば手に手を取って逃げ出すつもりであった。二人は会った。その時、彼女はマッフの中に恐ろしい毒薬の瓶を携えていた。彼女はいよいよ出発するにあたって、門出を祝うために祝杯をあげようではないかと言い出し、自ら立って戸棚から一個の杯と白ぶどう酒の瓶を持ってきた。グレイジーがぶどう酒の栓を抜いたとき、まあ、私としたことが、たった一つしか杯を持ってこないなんて。ねえ、あなた、ちょいともう一つ取ってきてください。と、彼女は平気を装って言った。グレイジーが杯を取りに行くと、その間に彼女は手早く毒薬の瓶から杯の中へ毒液を滴らした。そうして、グレイジーが戻ったとき、彼女はその杯へ黄色のぶどう酒をなみなみとついだ。さあ、これをお上がりなさい。と、彼女は優しく言った。グレイジーは嬉しがり、ありがとう。それじゃあ、二人でこの杯を飲もうよ。恋の酒だもの。こう言って、彼はその目に恋の炎をみなぎらせながら、まず杯を彼女の口元に持っていった。彼女はぎょっとした。いけない、いけない。と、彼女は思わず叫んだ。私は別の杯で飲むのよ。ついでちょうだい。と、声震わせていった。なぜ？と、グレイジーの目には初めて疑惑の色が浮かんだ。私があなたの杯に継いであげたのだから、あなたは私の杯に継ぐのよ。と、彼女の答えはしどろもどろであった。それから、グレイジーは不快な顔をしながら、静かに杯を唇のそばに持っていった。そうして彼女の様子を見守った。杯が唇に触れたとき、彼女の顔色がさっ
と変わった。グレイジーはたちまち彼女の恐ろしい計画を見破った。そうして、いきなり杯を床の上に投げつけた。俺を殺すつもりだったな。よし、殺すなら殺せ。俺も貴様を殺してやろう。こう言って彼は立ち上がって彼女の腕をぎゅっと掴んだ。あれーと叫んで彼女が死に物狂いで振り離すと、彼女の片袖がグレイジーの手に残った。グレイジーは彼女を追いかけた。あわや彼女が彼の手で捕らえられんとしたとき、グレイジーの目は急に光を失って、全身をぐたりとさせ、そばの椅子の上に倒れかかったのである。そうして、彼女はここを逃れて逃げ出すことができた。翌日、グレイジーの死体が発見された。警官は、彼の手に女の片袖が握られていることと、床の上に杯が割れていることと、机の上に継ぎかけの杯のあることによって、おおよそその場の情景を察したが、死体解剖の結果、中毒の兆候は発見されないで、死因は心臓麻痺だとわかった。彼の弱い心臓は、劇場のためについに破綻をきたしたのである。そうして、警察では、相手の女に対して、何の手続きも取らなかった。話し終わってみれば、彼の恋の結末は、そんなに変でもなさそうである。むしろ、私の頭が変なのかもしれない。小坂井富木作変な恋。お相手は村上陽でした。ではまた。